ゲームらしい誇張したシルエットや莫大な情報量の中にやったことのない動き、再現できるギリギリまで何をやっていいか分かんなくなってた。全然うまくいかない。今回ゲームデザイナーさんの枠にとらわれないデザインを見て、自分の作った衣装がゲームの世界でどんな風に動くのかなっていうのを最初はすごくワクワクしていました。一般の衣装制作では洗濯などのメンテナンスのことも考えて内側の縫製にもこだわるんですが、ゲームらしい誇張したシルエットや服として違和感のないような見せ方にしたかったので、和と洋を組み合わせたような型紙作りや仕立てにこだわって作りました。たとえゲームの世界であってもリアリティを持ってのめり込んで皆さんがゲームに取り組めるかなと思ったからです。どれも本当に印象に残ってるものばっかりなんですけども、特に修験者や槍使いが印象に残ってます。作ってる時も楽しかったんですけども、モデルさんに着せた時の生え方がとてもかっこよくてすごいワクワクしたのを覚えてます。かなりシルエットが造形的というか、布で再現できるこの可能性ギリギリまで再現したので、その辺は苦労したんですけども、やりがいもあって楽しかったです。川田さんはじめ皆さんが情熱を持ってゲーム作りに取り組んでいたのを見て、私も関わることができてとても嬉しく思っております。初めてこの作品にお声掛けもらったのが3年前で、企画段階の資料を作るのに大阪来てくださいって呼んでもらったところから、徐々に徐々に作られていく様っていうのが、開発チームが試行錯誤を重ねて莫大な情報量の中に自分たちがいるっていうのがすごく面白かったですね。自分たちでこう考えた動きとかが実際にこのスタジオで撮って、それが画面に反映されてっていうのを生で見た時にとてもまあ感動したし、よりよくできる、よりよくしたいなってどん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 思えるのがとても楽しかったです。ツバを変えることでいろんな型のポージングが出てくるんですけど、全部種類が違って全部に意味があって、巫女とかだと喜怒哀楽だったりとかで、全部動きで表現しなきゃいけないってなった時に、どう動けばプレイヤーが飽きず何回も見たいと思ってくれるような面白い動きになるのかっていうのが本当に難しくて、七曲り撃退する時は7って書いてちょっとくねくねさせて曲げてみたりとか、ちょっと意味付けをしたりとか、そういうのはありましたね。そもそも日舞っていうのは足をそんなに動かさないんですよ。まあ腰は使うんですけど、バレエみたいなこういう感じの動きっていうのは全く経験がなくて、でもまあ現場に来てその飛んでみたらどうとかっていうのがあったんですよ。やったことないことをやってみるっていうところが、もう何回もやらすから大変だったでしょ。でもそれが積み重なって形になっていく瞬間がすごく嬉しくて、日舞は手上げてる方に回るとか、そうそうそう、こうなるところをね、こうしてみるみたいな、ね、だから腰部とは本当に逆、足の向きも違って、足の向きも違うし、そうだからどこの要素を変えて作るっていうのがやっぱ難しかったですね。難しかったですね。動きでも、でも楽しかったです。楽しかったですね。はい、長時間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、最後めっちゃ変な動きしちゃった。